はい。というわけで、ええー、まあここはねあの、プロデューサーもディレクターも、まあかなりめちゃくちゃな人たちなので、はい、はい。何の前触れもなく、いきなりここでやらせてしまってるんだけど、はい、はい。まあそういうとこだと思ってください。わかりました。はい、頑張ります。はい。というわけで、引き続き、お願いします。<laughs> えー、安倍派と萩生田氏ということで、そこ、読んでいただけますか。はい。ミーツーさんの1月31日のツイート。派閥会長への意欲について、自民党、萩生田光一政調会長、正直、そういう野心はない。 安倍さんが亡くなった後の政策グループ。よく週刊誌とかテレビで分裂だ。争いあって大変だとか、全然そうではなく、ダチョウクラブ状態。会長、席ついても空席は良くないので、安倍さん一周までにリーダー、一周までにリーダーを立てる。うん、一周期までにリーダーを立てる<し>とのことです。これ、じゃあ、もう次も行ってみよう。はい。じゃあ、はい。はい。 萩生田氏安倍派会長一周期めどに擁立の考え、私で役立つことがあればとも読売新聞1月31日の記事です。自民党安倍派に所属する萩生田政調会長は31日のインターネット番組で空席が続く同派会長ポストについて一周期をめどに叱るべきリーダーを立てたいとの考えを示しました。 その上で私で役立つことがあると皆さんが言ってくれるのであればという立場でも頑張るつもりだとも語っていますはい、萩生田さんっ知ってるはい知っていますはい、はいえー、安倍派という会があるんだけれども安倍さんがいなくなっちゃって、はい、まだリーダーがいないということなんですね、はい、大学生の目で見てどうですか萩生田さんやっぱり次のリーダーになるべきだと思いますかどうなう感じですかそうです、ね、一度実はお会いしたことがありましてお,お話をしたんですけれども、はいえー 政治家を目指された理由がすごくあの身近なことを解決したいというところから、うん、だったという話をしていて、うん、確かにそういう身近なことを解決したいという気持ちを持っている方がリーダーについていただくというのは国民のためにもなるのかなと考えているところもあります。ははいいいでこのコーナーナ終わりまますみせん非いい、えー、非常にいいなんか非常にに あの、優等生的ないいコメントだったので、えー、長尾先生、ここなんですけども、やっぱりこの最大派閥のですね、えー、会長が不在になったまま、まあ、決められないと、いくらなんでも、ここまで、えー、そして、まあ、萩生田さんも絶対自分がやるとは言わないと、この現状、安倍派の一員としていかがですか まあ、ある一時期、あの、塩野良先生が、え藤と、聖四郎さんの,あのバックアップして、自分がちょっと手を一瞬上げかけたけど、大反対にあって手を下げられたと。まあ、それが今日ずっとついてるんですけど、私ね、これね、ダチョウクラブ状態って言葉ちょっと気になっていてね、はい、ダチョウクラブのギャグに、 誰かやる人いませんかいや,いやいや誰も、じゃあ俺が行くわっつったら、どうぞどうぞどうぞってなるじゃないですか。あ<ー>あ<ー>、最後にも決まる。あるでしょはい。そうで、あれなんかあの、<laughs> ギャグとその、萩生田さんをそれが、がそれをおっしゃってるっていうのはなんかちょっと妙にこう重複するんですよね。まあ、多少はこの,のそういうい野心はないって、まあ野心はないんでしょうけれども、やっぱりこう、いい意味で、あの、集団を、最大派閥を引っ張っていきたいという、 気持ちを持っていただいているという期待は僕らは持ってますよね。うん。うん、ですからやっぱり萩田政調会長の発言力っていうのは、まあ、現在の岸田政権の方向性に対して、大変な、あの、グリップになっていることは、あの、事実だし、年齢的にも、経験的にも、あとは、まあ、あ世耕参議院幹事長や、あと、西村康稔前事務総長、今、経済産業大臣、 同じ、ほとんど年齢も一緒ですし、次のね、ニューリーダーにふさわしいというふうに思うんで、私は全力であの、期待をしたいなと。それから一周期に向けてね、うん、なんかこう、結論を出してもらいたいなっていう、そういう思いでいっぱいですね。山下先生は萩生田政調会長とお会いになって、対談されてますねはいはい、はい、そうですね。18日を会いして、はい、あの、防衛費の話とかもいろいろしましたけども、 その前から、実はあの、某大学の客員教授、私は萩生田先生と一緒だったんで、あの、知ってるんですけども、あの、次のリーダーでどなたかって言われたら私、萩生田さんはもう有力だと思いますよ。はい、で、今、どうだどうだって言われて、まあ自分からそこに行くっていうの言わないのはですね、<laughs> 実はあの、自衛隊の高級ポストの人事なんかもそうですよね。うん、俺が俺がっていうやつは絶対そこにつけないですから。そうですねあ やっぱり、それなりに周りが見て安定感があってとかやって、まあそう言われるんだったら、じゃあ、あの、お休憩しましょうみたいな感じでね、大人のね、腹の中はぜひ俺って思ってるんだと思うんですけど、まあそういうのは出さないのがなんか日本的ですよね。アメリカとかはちょっと違うかもしれないですね。やっぱりそうなんす俺にやらせるでしょ欧米は。そこがやっぱり日本的にはね。どうな若い人から見て、本当に自分がこう、やりたいっていう時にね、 例えば学級委員とか大学だったらね、会長になりたいとか、はい、放送部部長になりたいとかっていう時に、私やりますって言ったら、なのかそうです、ね、でもやりたいっていう人がいてくれないと空、うん、いてしまうということになるので、うん、や,はりやりたいって言ってくれる人がいるのはありがたいですし、うん、まあ周りもそれに賛成するのであれば、ぜひなっていただきたいという、ね。それはは、ね、質問がが違うんですよあの委員長とか自治会委員長やりたいかとのはあ投票が 始まりまりりすかからら選挙としてだからやっぱりやりたいしか出ない、はいはい、じゃなくて、そう、委員になった時に、お前は風紀委員やりたいかとか、会計をどうだって言った時に、一番美味しいのが会計だと思ってたら、会計やりたいとは言わないってこと思うんですよ。ああ、そうなんですね、うん。なるほどね。はい。まあ、しかし、一周期までにってね、あのー、 それだけ長い期間決められないということは、一つはその安倍さんの存在が突出していたということをもちろん物語っているし、ね、とはいえ、やはり最大派閥で、大行とか少なくともですね、えー、体制を整えられないというのも、それはちょっと心配な気もするんですよね。うん、はい。あまあ、派閥ってね、政策集団とは言いながら、私がこういうこと言っちゃいけないんですけど、政策集団とするならば、正直、 増税派もいるし、反増税派もいるし、親中派もいるし、もう県中派もいるし、そういう点では、今、最大派閥の中で、えー、非常にこう、不安定な状態になる。で、分裂しちゃうと、やはり、あの、まあ、今後のね、政務三役の人事であるとか、あ 党の人事であるとか、うん、そこに発言力が弱くなるから、とりあえずこう固まっているっていう。まあ、これ、よし、足しですよ。正直言って。もうそういう時代じゃないっていう、うん。そうですよね。部分もあると思うんですけどね。はい、だいたい二階派だって、いろんな人がごちゃまぜで、もちろん二階さんのイメージは強烈ですが、うん、だけど、なぜこの人二階派にいるんだっていう人もいますよね。そうです、います。 二階派にも、もうとにかく中国大嫌いな人いますから。そうなんですよ、ね。え、います、います。あれ見てて、俺なんか日本の政治の派閥って。だから、な,な,いんかなんで派閥に入るかっていうと、うん、その、まあ、政治家になるまでに、あるいは選挙でお世話になったで晴れて国会議員になりましたっていう時に、だいたいいろんなところから連絡が来て、まあ私は安倍さんから連絡もらって、な、なごさん、 最初は、あの、マハバで行く、やり方もあるけど、どうするって言われたんで、いや、もうそれはもう、あの、ご一緒させていただきますっていう、まあ、そういう間柄ですよね。だけど、まあ、そこに、その、まあ、国家間、歴史間の共通項はあったけれども、まあ、僕の場合は、たまたま、うん、あの、一体であったんでよかったんですけど、うんうん、そうじゃないパターンっていうの方が実際多いので。あれですよね、ポスト,ポストもらうために、まあ、まあ、ポストのための組織ですね。 だから、明確なポリシーとか思ってるとか思想を持ってるとか、ちょっうと違うんですよね。だから結局、派閥の長というのは、まあ親分的に面倒見がいいということが大事だってことなんですか。副大臣、政務官なんかはもう派閥官でこうマックスしていく、ね、そうすね。ただね、大きい派閥だと、政務三役回ってくる順番がね、遅いんですよ。あ,あ、うん、小さい派閥だと、意外と。ただ、あの、大きい派閥は必ずポストは回れるけど、上が,上が取れないっていう。 というわけで日本の政治の派閥はポリシーではないということでしたねびっしますね覚えて帰ってください大人の世界ですから難しいですねいやだから大人の世界大人の世界結構汚いよね特性ではあんまりないようなこれ前も言ったんですけど綺麗なね水には魚はすまないんですよ少し濁っとかないと夏暑い時に水草で隠れとかないと生活できないでしょ ああちょうどいい具合があるんですね <laughs> <の>、えー、少し汚れてないとというあのね、えー、世の赤にまみれたおじさまたちの言うことは <laughs> <laughs> ちょっとほどほどに聞いておきましょうは次の特集いってみましょう、はいえー、元陸将のウクライナ戦争分析ですね<し>、えー、NATO との連携強化ということでちょっとこの見出し読んでいただけますか、はい、首相と NATO の事務総長中ロ・ウ・

テンベルグ事務総長と官邸で会談し、欧州とインド太平洋地域の安全保障は密接に関連しているとの認識を共有した上で、協力の進化を確認した。会談後に発表した共同声明で、ロシアのウクライナ侵略を非難し、日本周辺で共同訓練などを行うロシアと中国の増大する軍事連携に懸念を表明したと。 いうことですね。長尾先生、あの、山下先生、えー、まあ、NATO というのはもともとですから、うん、対ソ連で結束してできた軍事同盟ですけども、うん、まあ、今はまあ、まだロシアということで存続しているということで、そ,でね、そこと、この日本との連携が、これはあの、はい、NATO 側と日本側のその利益が一致したんですけども、まあ、地政学的に見ると、ロシアって、あれはあの、ハートランドで、 ええー、ヨーロッパロシアとアジアロシアってありますよね。うん、で、NATO っていうのはヨーロッパロシアに構えて、まあロシアと対峙してると。はい、で、ウクライナで火がついて、まあ NATO 加盟国ではありませんけれども、ヨーロッパの,あの平和のために、ウクライナに支援をしていると。で、NATO から見ると、ロシアっていうのはアジア側にはありますよね。うん、で、アジア側でも牽制してもらいたいわけです。うん、まあアメリカがいますけどね。 で、アジア側にもある程度の戦力を拘束してもらわないと、うん、NATO 正面全部が行ったら困るので,で。そういう面からすると、NATO としてはアメリカ、ついで、えー、リムドランド周りに囲んでる日本、これに対して協力をしましょうっていうのが一つと、ロシアを建設するために、うんうん、もう一つでは G7 の議長国ですから、うん、引き続きウクライナに対する支援についてしっかりやってくれよと。えー、韓国はまあ弾薬をアメリカを経由で渡したり、 えー、ポーランドに、えー、輸出したりして、えー、そういう装備面ではやってるけど、日本はやってませんから、まあ、金銭面での支援も引き続きやれと、こういう形で来られたと思うんですよ。で、日本としては、やはり最大の脅威は中国ですから。で、中国の拡張的な行動っていうのはヨーロッパにも影響してて、やっぱ心配になっていると。で、一つは、NATO 諸国の中に、太平洋に権益持ってる国があるんですよね。 それがイギリス。あ、フランスか。フランス、英連邦のイギリスですよね。まあ、オーカスなんかもありますから。まあ、そういう面で、えー、太平洋地域にも NATO としては関心があると。まあ、こ両方、中国のためには、日本は NATO と逆にこう、周りで囲めばいいわけですから、中国を。だからまあ、そういう意味で一緒に利害が一致したということでしょう。えー、まあ、中ロが連携するということで、その、まあ、ハートランド、 ま、あの、ユーラシア大陸の中心部をハートランドと呼ぶと。で、昔はそこを制するものが世界を制するという考え方、地政学。今はちょっと言い方が変わって、ハートランドは外側に出ようとするベクトルが働くと。で、外側に拡大しようと。で、リムロダンドはその周りに囲まれてるので、それを押し返そうとして必ずハートランドとリムロダンドの境では紛争が起こるっていうのを地政学では、あの、教えてるんですあれ、日本って、 まあ、NATO にはもちろん加盟してませんけれど、え国っと言われてる連携国になってる。連携、連携国。連携国って位置づきではあったんですよね、それ協力国になってて、それで、例えば連絡官派遣してますから、NATO にですね。だから、それはミリタリーミリタリでもある程度の協力関係はあるんですよ。だから、そういう前提があるから、まあ、それはウクライナ問題が発生する以前の、 あ、段階からのことなんで、そ,でね、その延長線上ってことで理解すればいいんですかね。そうですね。もともとそういう話をすれば、古くは米ソ冷戦時代からですね、はい、ヨーロッパとアジア太平洋地域と同盟は結んでないけども、同じ対ソ戦やってましたから、関係は深いんですよ。うん、なるほど、わかりました。まあ中ロが連携してそれを囲むように、NATO と日本が、うんうん、まああの戦略的には。 必要なことなんでしょうがしかしより対立が鮮明になってきますね。はい、はいえー、次行ってみましょう。はいはい、読んでみてください。米空軍高官台湾有事は2025年内部メモで準備指示日経新聞1月28日の記事です。はい、ありがとうございます。はい、えー、これはワシントンからですね。えー、米空軍高官が内部メモで 台湾有事が2025年に起こると予想して準備を急ぐよう指示したことが27日分かった。米政府当局者が日本経済新聞の取材でメモの存在を認めた。個人の見解だとみられるが中国による台湾侵攻の可能性をめぐる米軍の警戒の高まりを浮き彫りにした。米空軍で輸送や給油を担当する航空機動司令部のマイク・ミニハン司令官がメモを同僚に送った。 ミニハン氏は19年9月から2年間にわたってインド太平洋軍副司令官を務めており、中国軍の動向に詳しい。国防総省当局者は取材に対し、ミニハン氏のコメントは中国に関する国防総省の見解を代表するものではないと、 強調したと,と写真は違いますか、ね、写真はミリーさんですよね,ミすね、はい。ミリー統合参謀本部議長ですね。で喋ったのはあの空軍大将の方で、これはあの部内向けに話した話を同僚に送ったっていう形してるんですけど、はい、でこれが漏れたのはわざと漏らしたのの可能性もあるんですよね。なるほどで部内向けだから部内にしっかりあの組織を固めて、いつ何があっても対応できるようにしようっていうのが当然いつでもやるわけですよ。はい、でも2025年って出てるのが、 実はあの最近インド太平洋軍司令部が出した資料がアメリカの研究室に公表されてるんですよ。で、この資料だとですね、2025年になると西太平洋上において中国軍が米、米側の西太平洋上でしょ。この戦力を圧倒的に追い抜くと。 第二列島線ですから、ハワイとかグアムのところですね。はい、あれより、えっ、ー、と、西側まで出てきてしまう。すあ、東側まで。第二列島線と小笠原の方ですかでえっ、ー、と、そうですね。あの、はい、南西から3年でグアムの、グアムを行ってるんですね。はい、あの、あれより東側まで出ていくっていう話をしてるんですよ。うんうん、で、具体的にいくとね、インド太平洋軍の戦闘機、これ大戦況の戦闘機が250機、はい、中国軍は1950機、爆撃機がインド太平洋軍が50機、中国軍は225機、 航空母艦がインド太平洋が1隻、中国軍が3隻、から、強襲予陸艦がインド太平洋が4隻、中国軍が12隻とこう、あらゆる面で、えー、と戦闘艦は12隻対108隻ですかこれが2025年の中国の戦力なんですよ。で、インド太平洋軍自体を見ると非常に弱いので、ヨーロッパ正面からも戦力を回さないといけないと。 そうすると、この、あと航空機動司令部っていうのが運んでいく部隊なので、しっかり運ぶ体制を強化しとかないといけないよっていう訓示ですから。だから、まあ何何の、何のために誰が行ったのかっていうのと、なんで今流したのかとかね。うんうん、日本人ってこの白人の人が言うとみんな信用していくんで、 この人たちが何を考えながら流したかっていうのもよく考えておかないといけないですよね。だからね。このタイミングでのリークということですよね。あまあ、中国共有もあるし、まあ、当然危ないですよ。うん、2027年が危ないと言われているところがあるので、気を抜かないようにしっかり頑張れと。で、<laughs> 日本とかも同盟国もしっかりやれよと。まあ、こういう葉っぱをかけられたっていうことですね。岸田さんもそれを受けて、アメリカに報告しに行きましたか二2024年、5年、6年、7年と、 全部危ないって言われてるんだね。ああ<ー>、うん、怖いですね。うん。まあ、ただ2025年までは中国軍側がまだ対応ができないんでね。あの、難しいかもしれない。まあ、25年ぐらいからが危ないですよね。一番はね。はい、軍事あ、軍事的合理性から。軍事的合理性。ただ、習近平が行けって言ったら、行きますってうですね。うん、結局は、あの、すべての軍事的なことも、それから国内のですね、まあ、例えば、疫病騒ぎですとか、ね、全部国中国国内事情が、 メインの、そうです。あの、問題になっていてですね、動機になっていてですね。だいたい戦争の原因のほとんどが国内で収集がつかなくなって外に行ってますからね。はい。それを考えると、あの、まあ、我々も含めてですね、特に、あの、まあ、真面目な方ほど、その軍事的合理性とかってを厳密にこう考えていくわけですけども、相手がそういうふうに合理的に考える保証がないんですよね。 だから自分たちの合理性は相手に必ずしも反映できません。期待できませんから、まあ、山下先生おっしゃるようにですね、中国のドメスティックな国内の事情で軍事的合理性を半ば無視してくる可能性ありますし、それから今度はアメリカ側の国内の問題というのもすごいありますから、うん、その辺の要素もありますね。例えば一番、一連の流れでね、まあこれ、あの、これを我々がどう、日本側がどう読むか、国民としてどう読むか、うん そういう、まあ、あの、一つの、まあ、問題提起だとして、前、あの、F、F15 が全部、あの、撤退して、22がローテーションで、はい、え来るということとか、ね、いいいいあと、<laughs> 南西諸島に、もう、米軍が、もう、中距離ミサイル配備しませんよと、そういうニュースが立て続けに去年、今年と来たじゃないですか。これって多分、こういうメッセージとは違うもので、実際に決定してることなんで、なんか私、どっかで、 なんか、あの、現在の政権は、米国政権は、バイデンは、もうなんか、あの、どうぞどうぞ、中国、うん、いざっちゅう時は、あの、やるならやりながらみたいな、そんなあのメッセージにも聞こえるんですけど、それはどうなんですか、ね、あ,のあのですね、その、まあ、F15 が下がって、新しいのの切り替えるのは、 あの、決して中国に対して手を抜くっていう意味ではないと思うんですよ。うん、それから、あの、中距離ミサイルを置かないって言ったのは日本側が反撃能力を持つって言ったんで、あまあこれでいいよねっていう話で、あの、決してその、政軍っていうか、その方針が違ってるんではないかなと思いますよね。うん、はい。 ううまあでも日本もすぐ準備ができるわけではないですからね。中野先生、僕はですね、うん、その今おっしゃったのは軍事的な面じゃないですか、うんえー、ただ今度、政治の面でですね、うん、あの気が付くのは対ロシアに関しては現政権は絶対に妥協さないんですよ。例えば安倍さんなんかだったらなんとかうまく こうプーチンとのパイプを頼む。てね。批判を浴びながらね。なんとかうまくこは日本独自の立ち回りをしようと、対立が決定的にならないようにしようと努力するじゃないですか。絶対そういうことは許さないわけなんですよ。ところがその一方でですね、うん、あの外務大臣ですとか、<laughs> 林,あ林外務大臣ですとか、 あるいはですよ、このあの、最近の中国秘密警察に関連して、そこの高級顧問に収まっている自民党の参議院議員もいますよね。うん、そういうものをなぜ許しているのかと、うんうん、なぜそこに対しては甘いのかというのが謎なんですよ。うん、だからそういう観点からするとですね、うん、なんかちょっともう、ちょっと諦めたる <laughs> 少なくてもちょっと西日本はもういいかなとか、はい、なんかそう思ってるんじゃないかって気がしちゃうぐらいうそう、はいそ、そんな感じしますよね。はい、そう思わざるを得ない部分もありますよね。はい、何が、はい、あのもういいっていう。いやだから日本の防衛ということに対してですね。はい あの、さっき長尾先生から軍事面でね、F15 の撤退とか、まあ、そういうことをおっしゃったわけですけども。うん、えっ、ー、と、アメリカ側が日本に対する、その軍事面の移住はもういいのかっていうあの、日本という国、あるいは台湾日本をどこまで防衛するかというそのコミットメントが。いや、それをコミットメントはやると思いますけど、それで意味合う、米、<う>米軍の戦力がないっていうことですよ。うん、今。はい、それからもう一つ重要なのを皆様忘れてるのは、 これ、台湾有事の時は中国側もアメリカ側もこれは限定戦争でやらないといけないんですよ。はい、これを拡大戦争にして核攻撃なんかにならないように。だから何をやるかっていうとアメリカ側は必ず言うのは台湾海峡に浮いているのと台湾に上がってきた軍隊は叩いてもいいけど、うん、中国領は絶対叩くなと。それから中国側としては日本を攻撃してもいいけど在日米軍基地は攻撃するなと。 だから、あの、与那国、石垣、宮古島辺りは攻撃してもいいけど、絶対に那覇攻撃すんなよって。そういう限定戦争の中で、核も全部見ながら、あのせ、あのプランを描いてると思いますよ。そうしますと、結局今のウクライナっていうのがですね、うん、アメリカとロシア、あるいは NATO も含めて向き合って、戦争は全部ウクライナになりそれはだから同盟を結んでるか結んでないかですから。うん 同盟を結んでると、日本の話ですよ。はい。同盟を結んでると、同盟国を捨てたってなると、はい、もうアメリカのこれからの,あの政策ができなくなってしまうので、うん、それはない。うん、で、台湾も台湾関係法があって、うん、あそこを読み込えっ、ー、と中、中華民国とアメリカ合衆国の相互防衛条約をなくす代わりに、ハタ、うん、大統領があ台湾関係法を作ったんですよ。 それでバランスを保つために隠してますけども、はい、あれだけでも実は軍事介入できるんですよ。はい、ギリギリまでやりましたから、台湾海峡機ってのは3回あって、で、あの、航空母艦も派遣してるわけですよ。だから、ウクライナと一緒にはしない方がいい、うんうん。なるほど。ほどまあ、あの、台湾関係法を強化した台湾政策法がまだ通ってないのかなまだ審議中ですか、うん、はい。そういった議会ではそういう動きがありますよね。はい。えー、というわけでよく怖い話が続いてるんですが、はい、あら、 なんか時間になってしまいましたね。なかなか深い話をして、ね、はい。ちょっと深かったでしょ、うんね、はい。大,大学では聞けない。はい。緊張、はいね、になりますかたまには怖いおじさんたちのね、話を聞くのがいいかと思います。<laughs> えー、というわけで、このセッションはここで終わりにしまして、また次のセッションでおかいします。